天気めちゃめちゃ悪いっすね。自分の拠点は、抜かれず無事です。で、今回はですね、前回設置できなかったタレットをまず拠点に置いていこうと思うんですけど、今のところ5台ぐらい置けるかなって感じですね。外壁の敷地内に、まあ、4、5台で、屋上に1台ぐらい置きたいんだよな。で、前回置いたバッテリーに電力がね、めちゃめちゃ溜まってます。あと拠点に風力発電機1つあるんで、まあ、前回同様もう1つ屋上に設置したいと思います。まああと屋根もつけてもいいかもしれんな。2台目設置。はしご回収しまして、屋根つけたいんだけど建築できるね。ああ、そうか、こうなっちゃうのか。よし。反対側も同じく。よし。ああ、で、そうだ。屋上はサムサイト置いてもいいかもしれないですね。確か前回のレイドでサムサイトの現物手に入れたんだよな。電気アイテムの混合器リサーチしましょう。よし。で、今ですね、拠点にタレットの現物2台、耐久がない現物1台、で、パソコンとカメラが3つずつあります。まあ、なので、合計6台置けるかな。梱包レイドが起き始めてますね。しかも結構近いから、ギョフリに行ってもいいかもな。ギョフリ行くか、これ。ショットガントラップで死ぬかも。で、天気悪いのがちょっと嫌だな。向こうの方だと思うけど。音がしなくなりましたね。やっぱ、ショットガントラップの餌食になったか。それかな。やっぱここっぽい。え？どっからレイドしたんだ。壁抜きしたんだな。で、あと40秒バンディットキャンプ行けないっす。さすがにショットガントラップ撃って壊すよって感じだけどな。まあもう一度トラップの落としたら魚振りに行こうと思います。まあ、それまでは拠点にこもってタレット設置だ。無事帰宅。で、あとなんか謎にツルハシ持ってたんで、もしかしたら裏壁叩いてたかもしれないっすね。ん？また銃声し始めたな。やばい、これ夜が来そうか？さっきあいつが持ってた装備で行こうかな。けどな、寒さが出そうなんで、胸当てだけ変えていこう。やべ、真っ暗になるわ。ナイトビジョンとかあるわけじゃないからな。もしかしたら今サイレンサー使って壊したりしてるかもしれん。売ってますね。でもちょっと遠いな。もしかすると、あの拠点にいるわけじゃないかも。てか、なんなら多分、タレット元だよな。やべ。めちゃくちゃ寒さ出てる。うわ、ずぶ濡れが入ってるからか。相まつで走ってる人いますね。
ん？あの拠点の中に入っていくぞ。バレットにやられてる。この中には人いないっすね。夜で不気味なんで、一回引くか。パレットの数だけマグナムリボルバーいるな。今んとこ3丁あるんで、あと3丁。で、修理して、これも、タレット修理するのに、現物持ってかれるの？とりあえずタレットは5台の設置にしよう。マグナム1丁余計だったな。まあもうどこに設置してもいいっていう気はします。1台目。2台目。コンポスター邪魔か？登れね。3台目。ああ、でもこうなるともう馬が出れなくなっちゃうね。まあ馬出れなくていいんだけど。お前たちこっちに来い。はい。ああ、でもこれ、隙間から壊される。この辺に置いていけばいいか。石がない。繋いでいくか。外でずっと銃声してるんですけど、続き設置していきます。強化して、殴られなさそうな場所で。あと1台どこ置こうな。一応ここも段差として欲しい。5台目設置。繋いでいきます。で、すべての分岐器のブランチアウトに電力充設定します。先スイッチ入れるか。よし。これで、拠点のタレット5台動き始めましたね。なんか、拠点が要塞っぽくなってきたの。最初は仮拠の位置づけだったのに、蓋を開けてみれば本拠になってるというね。コンポスターこの辺に置けないか。この隙間とか無理か。この辺とかでいっか。よし。一応拠点にタレット置き終わったんですけど、またショットガントラップの音がし始めました。けどそれ以降ショットガントラップの音はなんないな。馬が止まってる。もしかしたら原人が突っ込んだだけかもしれないけど。多分そうだ。壊しましょうか。これだ。最初殺した人ってこんな名前だったっけ？なるほど。
炸裂弾作って、ここの扉壊すか。なるほどね。でもレベル3ベンチあるから最深部美味しいかもな。炸裂弾1スタックぐらい準備して、扉壊してみるか。また肥料大量に手に入れたんで、スクラップに変えていきます。分解もしていく。メタル装備着てたやつは、あの扉の奥見ようとは思わないのかな？それとも俺が倒したから諦めたか？一度帰宅しまして。炸裂弾クラフト。ハンドメイド LMG を修理しようと思ったんですけど、レシピ覚えてないわ。ということで、解放しちゃいましょうか。修理。ということで、準備ができましたので、先ほどの拠点の板金の扉壊しに行きたいと思います。一応、炸裂弾は 1.5 スタックほど持っていきます。遠くでずっと鳴り続けてるタレットの音、すごい気になるんだよな。まあでも人が漁夫に行くんだったらそっちの方先行きそうだけどね。待て、なんか人走ってるぞ。誰？馬取りに行ってたのかな。ということで壊していきます。足音した？気のせい。あ、馬の足音か。一枚だけだった。ガレージ開けっぱなんだ。よし。え、扉1枚で、レイド終了？めっちゃコスパいいじゃん。で、ほとんどにコードロックついてる感じっすね。え、全部？全部コードロックついてる。ツルハシクラフトするか。ジャックハンマー持ってこればよかったけど、普通に忘れちゃった。で、ちなみに工具棚はめっちゃ美味しいわけではなかったですね。どうしような。建築しに行こうかな。一回この人の中にいろいろ入れまして。え？なに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 ？怖っ。え？ずっといたのこいつ。Go away. Go away. What? Can I get some blue? Just a moment. 一応寝袋を置いて、この死体が持ってたこのセミライとかをあげようと思います。Goodbye. ということで、レイドの続き、見てないチェスト壊していきましょう。なんか結構うまそうな気するんだよな。バンディットキャンプに近いし。え？常勤91入ってんだけど。早速うまい。メモが入ってる。性質も美味しいっすね。ということで、あとチェスト3つですね。まずは小さな木箱から。
鉱石えぐ、やばいな。あとは部品系と武器かな。てか思ったんだけど、火炎瓶投げればいいじゃん。まあ、いっか。ん？から？あ、これか。風力発電機とか外壁とか。パソコンはないっすね。カメラか。新しい木箱置きます。あ、馬乗られましたね。じゃあラスト。ん、ここはまずい。あ、パソコン出てきたじゃん。なるほどっすね。武器はそんな入ってなかったな。ドラム缶とかめっちゃ割ってたって感じかな。ということで運搬したいんですけど、漁夫が来てる可能性あるんで、とりあえず外の様子見に行くか。まあ、漁夫は来てなさそうっすね。てか、もう夕方なの。白石は外壁に変えながら持っていこう。では、運搬します。バンディットキャンプに近いからいいわ。で、一応自分の拠点にタレット設置してはいるんだけど、今の場合だとね、屋上から入られ放題なんで、屋上にサムサイト置きたいな。無事客。死に戻りでもよかったんすけど、もう一度、武装したまま運搬したいと思います。早く運搬しないと寒さが出るな。レベル3ベンチも取ってっか。キーカードもスクラップに変えていきましょう。あ、一枚だけだった。で、部品系も分解していきます。分解終了。時期宅。2ベンチの技術ツリー開きまして、サムサイトの玉を解放。どれぐらいクラフトしような。1クラフトで6発なんで、まあ、120ぐらいクラフトするか。必要電力25。25分設定します。ということで、サムサイト設置。玉入れて。よし。サムサイト、電気ついてますね。あーでもなー、タレットは別でスイッチ管理したいんで、別でスイッチつけて、よし。これでサムサイトのスイッチ入りました。まあ今ミニコプターないんですけど、仮に自分がミニコプター出し入れしたいときは、このスイッチをオンオフするって感じですね。ということで今回ね、炸裂でレイド行ったりとか、まあ、拠点にタレット設置したんですけど、まあ、人がレイドしてるところ奪ったっていう形になったんで、まあ、次回あたりはね、自分がレイド仕掛けたいっすね。まあ、それに向けてのね、ロケットランチャーの弾もクラフトしておきたいと思います。